やだこっちです。自称リュウグレだ。ヒルギリだ。はい、今回の動画はこちら、レゴスーパーマリオキャラクターパックを開けます。はい、今もすごい話題になっているレゴスーパーマリオのキャラクターパックが発売されたので買ってきました。で、今回はこのキャラクターパック以外にバスタンの拡張コースも買いました。今ヨドバシカメラでレゴスーパーマリオを3300円以上買うとこちらのスーパーキノコもキットももらえました。はい、今回の動画ではこちらのキャラクターパックを全部で6つ買ってきましたので6つ一気に開けます。ちなみにこのキャラクターパックの1個の値段は500円で買いました。今回のこちらのキャラクターパックは全部で10種類です。まず下からトゲソウ、ウニラ、パタクリボウ、キラー、メット、ボムヘイ、ゲッソウ、逃げプク、テレン、チョロボンです。やっぱ敵キャラっていっぱいいた方がマリオ感あるのでどうしようかな前回なんて言ったけど、前回確かノルマはゲッソウ4体か3体みたいなこと言ってましたね。とりあえず全部コンプリートを目指します。この中で欲しいっていうのであればキラー、パタクリボウ、ボムヘイ、ゲッソウ、テレンです。はい、ではまずは一つ目開けます。ちなみに今回これはサーチして買ってません。もう適当に6つ選びました。この前のミニフィグ3体連続事件はちょっとないようにしたいです。では一つ目開けます。中身はどうなってるのかというと、まず中には説明書が入ってます。じゃあまず一つ目開けます。せーの、よっと。なんだこれ、ん、これ色的になんだろう。これは、あー、逃げクリボーだ。はい、一つ目は逃げクリボーが出ました。これ裏面どうなってるんだろう。あー、これはやばい。裏面は、これ入ってるキットの組み立てになってますね。では二つ目開けます。これが結構パンパンに入ってます。二つ目はこれだ。ちょっと、ん？おー！おー、出た出た出た。いっぱい落ちた、いっぱい落ちた。はい、二つ目はトゲソウが出ました。はい、では三つ目開けます。テレン出てくれ。では行きます。せーの、よっと。おっとっと、あれ。これはまさか、あー、ゲッソー、これゲッソーだ。はい、三つ目はゲッソーが出ました。はい、では四つ目開けます。四つ目は誰だろうな。いただきます。せーの、よっと。わー、めちゃくちゃ出てきた。これは色的に、あー、これ色的にウニラです。はい、四つ目はウニラが出ました。では五つ目開けます。テレン出てほしいな。いただきます。せーの、よっと。うわ、なんか、なんだこれ、なんだこれ、あー、やった、テレンだ、やった。はい、5つ目はテレンが出ました。では最後6つ目開けます。6つ目は誰でもいいです。いただきます。せーの、よっと。あ、なんだこれ、ん、こんな色あったっけ、この色の時。あー、これはボム兵だ、やった。6つ目はボム兵が出ました。はい、6つ開けた結果はこのようになりました。出た順で言うと、逃げプク、トゲソウ、ゲッソウ、ウニラ、テレン、ボム兵でした。で、結構パーツ入ってますね。いつものミニフィグのパックよりめちゃくちゃパーツ入ってます。はい、では今からこちらの6つを一気に組み立てます。はい、すべて完成しました。おお、めっ
ちゃくちゃいいっすねこれ。では一体ずつ見ていきましょう。まずこれが逃げプクです。はい、逃げプクの全体はこのようになってます。背面にカラーコードがあります。あの逃げプクってプクプクのまあ色違いなんですけど、僕個人的に逃げプクっていや見たっけな、だから僕が知ってるプクプクって赤色と緑色なんですけど、黄色いたんだでこちらが台座になってます。台座のパーツがあることによって逃げプクが飛んでるように見えます。これはすごいな。はい、次はトゲソウです。はい、全体はこのようになってて、下側と上側にカラーコードがあります。僕思ったんですけど、トゲソウ出るってことは絶対ジュゲム出ますよね。いや、ジュゲムも出たらもう絶対買いますトゲソウの専用台座は丘になってます。はい、トゲソウはこんな感じです。では続いてはゲッソウを見ましょう。でこのゲッソウのサンゴパーツめっちゃいいっすよね。はい、全体はこのようになってます。全部開けた中でゲッソウが一番小さいです。ゲッソウの背面にはカラーコードがついてます。でこのゲッソウの台座がやっぱすごいですね。このサンゴパーツがすごいインパクトがあります。はい、ゲッソウはこんな感じです。はい、こちらがウニラです。ウニラといえば確かマリオU で出てましたよね。なんかウニラって結構でかいイメージあったんですけど、これちっちゃいですね。はい、全体はこのようになってます。後ろにカラーコードがあります。そしてこのウニラの台座なんですけど、これが一番派手ですね。あのレゴのミニフィギュアのパックでこういうクリアパーツってほぼ入ってないですよね。これすごいな。この星パーツとこの草パーツが紫色になってます。レゴマリオのキャラクターパックにこういう色違いのパーツあるのめっちゃいいっすよね。これキャラクターだけ取っておいて、他のパーツを例えばまあいろんな作品に作るのもありです。はい、では次はテレンです。いやー、かわいいあの僕マリオシリーズでテレサが好きなんですけど、このテレンはテレサっちゃテレサなんですけど、なんかめっちゃ間抜けなテレサに見えます。これ可愛いな。ちなみに普通のテレサだったら、まあ、恥ずかしい顔をして顔隠してて背面を向くと襲いかかってくるんですけど、このテレンは問答無用で襲いかかってきます。はい、全体はこのようになってます。テレンのカラーコードのパーツが丸なんですよ。四角じゃないっすね。そしてテレンの台座はこのようになってます。あのテレン実際に動いたところ見たことないんですけど、実際って溶岩ステージに出てくるのかな。あのてっきりお化け屋敷っぽい台座と思ってたんですけど、確かテレサって砦ステージにも確か出てきたので、多分これ砦の台座かな、多分そうだと思います。はい、そして最後はボム兵です。あのこれ通常の色なんですけど、これ第2弾で赤いボム兵出たらめっちゃ嬉しいです。はい、全体はこのようになってます。いつもだったらキャラの背面にカラーコードつくんですけど、ボム兵は背中にネジがありますので、カラーコードは左側にあります。いや、もうこのボム兵も結構よくできてます。でこの後ろのネジはちゃんと回転します。まあただ回転して動きません。はい、まあ当たり前ですよね。そしてボム兵の台座は丘になってます。ボム兵って結構砦のイメージあるんですけど、丘なんですね。はい、それではレゴマリオを持ってきましたので、どんな音が出るのか鳴らしたいと思います。まずは逃げプクから。どんな音が出るんだろう。うっ、なんかぬるって音が聞こえます。あ、そうか、これ海ステージだからそれはぬるって音鳴りますよね。じゃあ次はウニラ。ウニラはどんな音が出るんだろう。同じかな。あ、ウニラも逃げプクと一緒の音声が鳴ります。では次はテレンの音声を鳴らしましょう。どんな音が出るんだろう。いきます。おー、テレサの鳴き声がする。マリオが怯えてます。いやー嬉しい。これテレンってこんな鳴き声なんですね。じゃあこれテレサもこんな音出るのかな。では次はゲッソウです。ゲッソウは多分まあウニラと逃げプクと多分一緒だと思います。ではいきます。あ、一緒ですね。海系のキャラクターは一緒の音が出ます。じゃあ次はボム兵です。ドカーンって音出るのかな。じゃあいきます。おー、爆破しました。で爆破音が終わった後にもう一回ボム兵を踏むと、踏んでコインを取る音が出ます。では最後はトゲソウです。トゲソウはどんな音が出るんだろう。多分いつも通りの音だと思います。では行きます。
おお、あーこれノコノコ倒した時と音と一緒ですね。でこのまま蹴り飛ばすと、あ、蹴っても意味ないっすね。これ多分ノコノコだったら出ると思いますね。はい、レゴマリオキャラクターパックはこんな感じです。はい、ということでレゴマリオキャラクターパックを開けてみました。全部で10種類なんですけど、6つ買って6種類出ました。このキャラクターパック自体がかなりお得で、いつものレゴのミニフグよりパーツいっぱい入ってたり、あとは結構色違いのパーツも入ってるので、これはすごいと思いました。個人的にこの6体の中で一番気に入ったのはこのテレです。やっぱ僕テレさん大好きなんで、まあテレになっちゃいますね。このキャラクターパックはもう一回買ってきます。まだ出てないのがキラーとメットとパタクリボーとチョロボンなので、あとはこの4体を狙いつつ、個人的にはまあダブっても嬉しいので、まあとりあえず次は何個買おうかな、10個ぐらいはまあ買おうと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ